レッドベルベットからトゥワイスまで、明日放送、ミュージックバンク、20周年特集に人気アーティスト大集結。写真イコール、ミュージックバンク、KBS2TV、ミュージックバンクが、20周年特集上半期決算を放送する。ミュージックバンクは世界117カ国で同時に生放送される音楽版。海で1998年6月に放送スタートし、今年で20周年を迎えた。今回の20周年特番、ミュージックバンクは、パーティー20というテーマで韓国のファンはもちろん、世界中の K-POP ファンのための特別なパーティーとして作られる。ミュージックバンク、20周年の歴史を共にした歌手たちと今年上半期に活躍した最上位グループ、そしてホットなライジングスターまで大勢出演し、先輩と後輩が共に華麗なステージを披露する予定だ。ミュージックバンクと共にデビュー20周年を迎えた神話、神話は早くから出演を決め、ファンのためのスペシャルステージを準備して、一人、20年前、ミュージックバンクで1位を受賞した先輩歌手と2018年上半期に1位を獲得したグループが一緒にコラボステージも披露する。1998年、爽やかな声でステージを圧倒したキム・ヒョンジョンは、自身のように爽やかな歌唱力でファンを魅了する後輩歌手ママムーの空との合同ステージを準備しており、ミュージックバンクの歴史を語る上で欠かせない音楽界のディーバペクチヨンは、親しい後輩グループ G フレンドと一緒に特別なパフォーマンスを見せてくれる予定だ。これに続き、10年前に韓国を騒がせたガールズグループ第2世代のライバル戦も再現される。レッドベルベットは少女時代の G のステージを、TWICE はワンダーガールズの SOH、OT のステージを準備し、同じ事務所で憧れてきた伝説の先輩ガールズグループへの郷愁を呼び起こす予定だ。2018年、女性ソロ歌手として最高のアーティストになりつつある I.O.I 出身のキム・チョンハも、自身のように小柄ながらもステージを圧倒した先輩歌手イ・ジョンヒヨンの WA のステージを準備している。ミュージックバンク20周年を祝い、初代 MC リュ・シウォンを皮切りにパク・ソジュン、ソン・ジュンギ、パク・ボゴムなど歴代 MC たちも祝電を送り、20周年を記念する祭りを見る楽しさを与えると見られる。この日は特に2005年、ミュージックバンクの第17代 MC として活躍したパク・キョンリム、2016年 KBS 芸能大賞で大賞を受賞したキム・ジョンミンが既存の MC らと共にスペシャル MC を務める。彼らが見せてくれるユーモアに富んだトークが期待される。韓国で29日、金曜日、午後4時50分に放送される。